私が最初に配属されたのは第一飛行隊です。第一飛行隊は東京都立川市に所在し、1都6県を担任する第一師団の行動を航空機となるヘリコプターで支援する部隊です。大きく、撃つ、運ぶ、見るといった区分に分かれて任務があります。私は航空操縦士であります。航空操縦士は回転翼のヘリコプターと固定機の飛行機に分かれております。私は回転翼航空機の操縦士をしております。航空操縦士については部隊に 配属された後に、航空学校で操縦課程に入校し、それを卒業することにより、操縦士になることができます。初めて空を飛んだときは、感動でいっぱいでした。怖くはありませんでした。中学3年生の時に、東日本大震災で被災しました。もともとは国際貢献に興味があり、幹部自衛官を志しましたが、東日本大震災における自衛隊の活動を、 目に留め、災害派遣でも活躍できる、その自衛官に強く憧れ、より一層幹部自衛官の志を強くしました。私が参加した災害派遣については、令和元年10月に関東地方を襲った台風19号に伴う災害派遣です。状況としては、大量の降水に伴い、東京都奥多摩町の唯一の集落に通ずる道路が崩落してしまい、孤立してしまった状況でした。その集落に水や食料などの 救援物資を届けるといった任務でした。立川駐屯地を離陸してから奥多摩町までの飛行経路間、ずっと指定が悪く、先については1キロや2キロ程度しか前が見えないといった状況の中で飛行しました。現地に着くと、そこは周りが崖で囲まれており、航空機が降りるにはギリギリの広さでありました。それに加えて、風の方向が読めなかったため、機長と相談し、ホイ磯によって物資を降ろすことに決めました。 当時の状況としては、風を、風の方向を読むのが大変難しく、一点停止のホバリングが要求される過酷な任務でありました。クルー一丸となって救援物資を住民の方に届けることができました。目的地に着いた時に地元住民の方々が我々を心待ちにして待っていられる姿が目に入りました。無事に物資を届けることができて、地元住民の方々に喜んでいただくことができました。 災害派遣の際は国民の方々や被災された方々に感謝していただくことによりやってよかったなと感謝されると嬉しいのですがその反面困っている人たちがいるわけですから素直に我々が喜んでいいものか困惑してしまいます自衛官のイメージは入る前についてはみんな真面目なイメージがありましたが入ってみると意外とみんな普通の人だと思いました しかし、ことが起こると、俺にやらせてくれ、というような、使命感や責任感に溢れた人ばかりだな、というのがイメージです。国を守るということは、訓練により、連動を向上することだと思っております。その連動を向上することにより、敵国がそれを脅威とみなして、抑止力となります。我々が、やらなければ、誰がやる、といった、使命感や責任感で、日々の訓練に励まなければならないと思っております。今も、そしてこれからも、 国際情勢は、ますます不透明な世の中になっていくことが予想されますので、自衛隊のみならず、海外の他国の軍と協力して訓練していくことにより、その抑止力を日々向上させていくことが重要であると考えます。